スイングのですね、いろいろですね、スイングのイメージのいろいろというところをちょっと説明してみたいと思うんですが、スイングをいろいろ言われます、上から下からまた内側からとかですね、フォロースルー大きくだったりとかですね、まあ、いろいろ人によってイメージは違うと思うんですが、いくつかそのやり方というかですね、イメージの種類をちょっと説明しますが、まず小さく速く振るというスイング、よく小さく上から見なさいと言われることもあると思うんですが、例えば小さく速く振る、これはバットのこの出だしですね、出だしのところを意識すると小さく速く振れます。極端に言うと構えたところからこの両肘を下に引っ張るだけでもうこれで小さく速いスイングができるんですね。なぜかというとここにこの動きに体の回転をつければこういうスイングになるので、これだけで小さく速いスイングができる。